チーム欲求不満いやー、帰ってきちゃったはい、ウエス、僕です。学園ハウスの最後に投稿したのいつか3月30日、今録画してる日が6月4日なので3ヶ月前レッツハンサム。もうだってあれでしょ、ほとんどのシーンはみんなに見せたと思うんだよ、オープニングかえ、これ何週目だろう。ハンサムこの女性陣は誰なんだろうねこうも抜けるとハンサムだった。あっこ長えな、相変わらずな。もう3ヶ月経ったらもう感覚忘れて慣れないね、これね。いや、うん、多分実況してる当初も慣れなかったんだもんね、私。ダメだ、何このキャラでさ。ひどいよ。話題のモデル返して、よく急に画風変わるもんね。お前のそういうとこ変わんねえよな。黙れ。黙れ。そうだ、そうだ。志賀くん黙れっていう子なんだ。何なんだこのシーン私これ一回もゲーム中で見たことないけど、何なんだ一体気持ち悪いな、いつ見ても気持ち悪いな。これもうオープニング映像見たのは3回目だと思うんだけど、もう慣れない、全然慣れないねこのゲームね。本当に学園ハウスでやっていきましょう。男子校って本当に男子しかいないんだな、当たり前だけど、なんだか不思議な感じだ。あれ、あれお前じゃないか。あ、その声はお前は早乙女拓也、ウニヤマウニタル選びてえけど、よし、わかった。今回私は、早乙女くんにひたすら優遇、早乙女くん続婚、女がよく言う、推しってやつですよね。早乙女推しでいきます。バイクでさ。そうだよ、久しぶりだな。またこの街に越してきたのか。そうなんだよ、3回目だね。お前、2年 B 組？俺もだよ。お前とまた会えるなんて嬉しいよ。うん。もう何回も会ってるね、私はね。いや、でも3ヶ月ぶりか。言うて3ヶ月ぶりか。お、いたいた。お前、だよな。はい。俺は、お前のクラスの担任、サイオン知ってる人。はい、ご存知。よろしくな。さ、朝礼始めるぞ。ういっす。お前ら、席につけ。転入生の紹介をするぞ。今日からお前らの仲間になる、くんだ。みんな、仲良くするんだぞ。はーい。よろしく、ちょまげー、ちょまげー私さ、なんかこういうテンションでゴリ押す系の YouTuber 大嫌いなんだよね本当に嫌いさあ乙女はお調子者だな。うん、笑われてたね、かわいそうに。なんだこのシーン、なんだこのカット。しかし久しぶりだな。お前が転校したのが小4の時だから7年ぶりかな。いや、3ヶ月ぶりです。はい。へえ、ここがお前の家か。今日は家の手伝いがあるから、今度遊びに行かせてくれよな。じゃ、また明日の。ああ、そう、早乙女くんはなんだっけ、お好み焼き屋さんの息子なんだっけね。確かね。うん、また明日。バラモン高校は今から50年前、昭和25年に設立された男子校だ。あ、結構歴史あるんだな。初代校長の掲げた、うん、少年はイケメンであれという精神を今でも貫いて。それは私その精神に反する顔を持ってるんですけど、大丈夫ですかね。おはモーニング。おはモーニング、ジローちゃん。今日もいい朝だな。こんな朝はジローちゃんのドキドキ星占い聞いていかないか。よく当たるぜ。まあ、せっかくだから聞いていきたいけど、聞かねばーか。そうか、今宵お前に不幸が落とす。じゃあな、ジロー、
今日は早乙女優遇、早乙女拓也を優遇しまくる。カロリーメイトでやつを釣る。調理実習か。もうすっごいよな。おやおや、そんなに急いでは危ないですよ。車がぶつかった音だぞ。なんで人と人とがぶつかって爆発音するんだよ。あっこなっか刺さりそう。あともうちょっとで眼球貫きそうだな。すいません。やれやれ、服に埃がついてしまった。君は新入生ですね。僕はこの学園の生徒会長、加賀レンジ。以後僕にこのような無礼を働いたら許しませんよ。そういや、私中学の頃は生徒会の副会長っていうのをやってたんだよね。どっでもいい話だなこれな、本当に。何の情報よ今。ただ私の個人情報バレただけだったな。ところでお前今日の放課後暇？飯おごるからおでんち来ないか？久しぶりにおでんちの味をご馳走してやるよ。行くよね、行くよね。へえ、ぜひ行かせてもらうよ。放課後だ、拓也と帰るか。あれ、拓也がいない、電話してみよう。こんなイベントあったっけ？もしもし、俺先に帰って待ってるよ。おでんちの場所覚えてるよな？待ってるぜ。ほんとここら辺無責任なの何なんだろうな。拓也のお好み焼き屋、ここだよな。7年前から変わってないや。懐かしいな、乙女ちゃん。いらっしゃいませー。お、来たな。うん。やあ、しっかり働いてるなら。ああ、学校から帰ったらいつも手伝ってるよ。ほんと偉いよな。自分でお好み焼きも作れるぜ。え、すげえ。自炊できるってことだもんね、半端な。私はできないね。私はできませんね、はい。好きやらばインスタントに頼るもんね。じゃあこの関西風豚玉で。はい、よかった。もうほんと早乙女くんのこれが大好きなんだよ私。はい、お待ち。声量だけはあるんだね。私よりもうるさいかもしれんね、お前。うまいだろ、俺が作ったんだぜ。またご馳走してやるからいつでも来てくれよな。もっともっと作って上手くなりたいんだ。ほんと早乙女くん従順なところがいいよね。あ、ぜひ行かせてもらうよ。お、あれは三つ脇先輩だ。お、お前一度やの消しゴムやろうか。部活の見学か、自由に見てっていいぞ。いや、そういうつもりじゃないし、三つ脇先輩今回は攻略対象じゃないんですよ僕。帰ろう。どうでもいい。すがすがしい。あれ、君は加賀美くん。小山山くん、あなた生徒会に興味ありますか？ないです、バイバーイ。え？あなたの優しさに生徒会の人間としての資格を見出しましたね。資格を。どうです？我が高貴なる生徒会室の全貌見てみませんか？見たんだよ。行かない。じゃあね、バイバーイ。許しません。ごめんって。謝るから許してはくれ。許してはくれ。謝るから。行かない。許しません。絶対に行かない。許しません。いや、譲らないね。ふーん。シッ。オーケー、ファーキーバイ。あれは拓也。拓也、ちょっと待って。早乙女拓也くんだったよね、確か。声かけるしかないっしょ。拓也！お、うん。一緒に帰ろうぜ。よし、帰ろうぜ。今日の攻略対象はお前だ。絶対落としてやる。もうメロメロにしてやる。この動画が終わる頃には、お前の目がハートになってるからな。お好み焼きなら、広島風と関西風、どっちが好き？僕は関西風かな。そういや、お前、昔から広島風を意味嫌ってたもん。意味嫌うってなんだ、ベイビージャックか。だってあんな食べにくい形状のどこがいいの？あと広島風好きな奴らが関西風よりハイレベルみたいな態度取ってくんのはあれ何？俺の周りだけ？本場でもあんななの？死ねよ！何があったの？この主人公の過去に一体何があった？いやー、でも広島風にもいいところあるんじゃないか。早乙女くん、ありがとう、カバーしてくれて。何？言ってみろよ、クソが。お前のそういうとこ変わんねえよな。こういうところは変わってほしいんだけど、何このなんか小学生みたいに急に切れ出すやつ。まっこなんか狂気よ、もうその尖りは。能天気だけど頑固で負けずにであるまっすぐで。そういうとこ変わってなくて。お前負けず嫌い言えてなかっただろ。
7年前に離れ離れになってもう会うことはないと思っていた拓也、そんな彼と今笑いながら歩く帰り道、とても不思議でなんだか嬉しい。彼のはにかみが僕も噛んだ。彼のはにかみ笑顔を見て、その時僕は強くそう思った。お、顔はめパレル、生ハメパレルだね。これはもう間違いなく早乙女拓也でしょ。おい拓也、記念写真撮ろうよ。お、いいぜ。お、気前よくていいな拓也くんは、本当に大好き。お、顔はめか、これぞ遊園地の醍醐味だよな。ちょっとなまったな。はい、チーズ。顔何、ここのシーンみんなボケるの？そうですか。あ、そう。電話だ。さ、拓也だ。お、ちょうど。いや、うん、コートの火曜、うちの近所ではみ、は、は、取り直せ。言えなさすぎだ、さすがにそれは。やり直せ。もしくは音声切って、聞きやすいテイクだけ取れ。うん、一緒に行こう。楽しみにしてる。あ、俺も楽しみにしてるよ。じゃあ、火曜の夕方、ラブアブ広場で打ち合わせ、待ち合わせ。お、まさかわざとやってない、お前。もうここまで来るとわざとの領域よ、お前。うん、じゃあまた。やった。楽しみだな。お、拓也もう来てる。もう、いい服装。ごめん、拓也、待った？いや、俺も今来たとこだよ。さあ、行こうぜ。滑舌ひどいな、お前。なんつった、今。祭りの空気っていいよな。活気があって。何度来てもワクワクするよな。したったらずなのかな？何なのかな、これ。こうしてると、小さい頃を思い出すな。二人で祭りに行って、お前が綿飴落として泣いたりして。あ、そんなことあったっけ？何も覚えてない。てか、私、祭りで買うもの大体決まってて、祭り、まず、陰キャの極みなんで、祭りに行かないし、行ったとして、買うのフランクフルトなんで、綿飴なんて買ったことない、ま、お祭りで。もう、そんな昔のことを掘り起こすなよ。ごめん、ごめん。でもあの泣き虫が今じゃこんな男らしくなって、俺なんかよりお前はずっと成長したよ。ああ、そうですか。タクヤ、お、そろそろハーミーが始まる頃だ。早く場所取ろうぜ。まあそうだね、場所取りは早めの方がいいだろう。ああ、綺麗だな。花火雑だな。正直どうでもいいんだろう。この街の花火大会は綺麗なことで全国でも有名だから、ね、あ、そうなんだ、そんなに。なあ、うん、今日俺ん家泊まりに来ないか。え？いや、今までのんびり話す機会もなかったし、久々に積もる話でもしようかなって。ダメかな。僕はいいけど、ちょっと家に電話してみれば。ああ、まあそうだもんな、高校生とは家の調子とかは、家の事情とかもあるもんな。誰が出るの？はい、もしもし。だろうと思った。うわ、厄介なやつが出た。ちょっと親に代わってくんないかな。お兄ちゃん、拓也お兄ちゃんの家に泊まるんでしょ。エスパーかお前。エスパー。え？嘘、当たった。やっぱりこの時間に電話するなんて外泊の連絡しかないと思ったんだ。なんだお前。そうか、まさかそこまで急接近するとは。お兄ちゃんもなかなかやるね。いや、なかなかやるね、言われてもな。そんなんじゃないって。久々に友達同士で語り合うだけで。わかったわかった、いいじゃん、泊まっていきなよ。パパとママには優が伝えておくから。まあ都合がいいからこれでいいや。あ、ちょまっ、じゃあね、良い一夜を。切れた。なんだって。まあ、泊まってもいいって。そっか、よかった。じゃあ俺んち行こうぜ。よっしゃ行こうぜ、早乙女んち。今日の夕飯は俺の特製ジャンボお好み焼きカッティメーター味だ。めっちゃめちゃ味濃そう。わー、いただきます。え、あ、拓也の母は音声なし。そこだけ雑。それにしても君がこんなイケメンに育って帰ってくるなんてね。あー、拓也さんの母とも私は知り合いであるっていう設定なんだね。君が転校してきた時、拓也はすごく嬉しそうに報告してきたよ。
この子、君が引っ越していった後、毎晩泣いて大変だったのよ。1ヶ月はそんな調子だったかしら。何それ、君も、もうなんか怖いよ。ごめんって。わあ、そんなこと言わなくていいって。でもなんかお互い、あれなんだね、大切にし合ってた友達ってことなんだろうな。まったく、うちの親はあることないこと話すんだから。うちの親が言ってたこと、真に受けるなよ。ごめん、早乙女くん。僕の部屋と全く構造一緒だね。なんかもう気持ち悪さする感じるよ。わかったよ。そりゃそうと、お前さ、別のとこ住んでた時に恋人とかできてたりする。はい、年齢イコール彼女いない歴、彼女いない歴イコール年齢なんで、はい。できてないよ。今まで恋愛なんて縁がなかったし。そうか。いや、久しぶりに会ったら随分男前になってたからさ。俺の知らないとこでいろいろあったのかなーなんて思って、それ聞いてちょっと安心したよ。安心ってのもおかしいけどな。おい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 、やるぞこいつ。発展するぞこいつ。お前シネタで何が好き？俺はイカかな。なんで急にその話した？私寿司だったらマグロ、サーモン、イクラ以外食べないよ。僕はハンバーグかな、寿司ネタ。お前、それは、寿司ネ、まあ、そうだけど、一応売ってはいるけど、寿司ネタっていう話題で出したらいけないやつだろ。お前、邪道だなぁ。いつまで笑ってんの、あいつ。あははの文字量じゃなかったの、あれ。その日は遅くまで笑い話から思い出話、いろんなことを語り合った。語り疲れて、僕たちはいつの間にか眠ってしまっていた。あっこなが。腕に刺されそう。自分の腕に刺されそう。なんだか、急に目が覚めてしまった。それにしても、拓也の両親が言ってたこと、本当なのかな？いつも元気な拓也が泣くなんて、意外だけど、本当だったら嬉しいな。なんだか目が覚えちゃった。トイレにでも行こっかな。うん。ん？うん。何？寝言？俺、のことはずっと大切な親友だと思ってた。いいやつだし、男らしい部分もあって、友達として尊敬してた。寝言にしては随分流暢に喋るね。君の舌足らずを加味したらだいぶ流暢に喋ってるよ、今。今のお前と再会した時、すごい衝撃だった。もう会わないと思ってた親友がここにいる。しかも、かっこよく成長した姿。もうすっごい、何この語り口調。お前小説家目指せ。それからはお前と会うたびにドキドキして胸が熱くなった。それでも最初は気のせい。エッセイストだな。小説家というよりエッセイストだな、お前は。だけどそのうち気のせいじゃごまかせないくらい気持ちが大きくなって、今日やっと気づいた。エッセイストもそうだ、こいつ詩人だわ。私の意見コロコロ変わるわ。よし、詩人で決定しよう。もう私はこれについて言及しない。 OK。俺、のことは好きなんだ。キュン。この友情を壊したくないから、面と向かって言えないけど、俺、この気持ちだけはどうしても消せない。だから、せめてこの気持ちは大切にしまっておきたい。お前に迷惑はかけないから。だから一度だけ、寝てる時にするなんて卑怯だけど、この一度だけ許してほしいんだ。ん？起きてる？今、キス、たくや。え？どっち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 、もう、もう、大興奮よ。今僕の全視聴者が大興奮よ。湧き上がってるよ。寝てる。やっぱり寝言だったのかな。いやー、昨日は楽しかったな。いい思い出ができたよ。また遊ぼうな。一歩間違えればトラウマだったぞ。